こんにちは。これから中学英語を始めます。今日はアルファベットについて学習します。アルファベットっていうのは日本語でいうところのひらがなのようなものです。日本語では文字を表現するのにひらがなと、あとカタカナそれと漢字この3つを使って日本語は表現します。それに対して英語っていうのは アルファベットの大文字とアルファベットの小文字この2つ、逆に言うとこの2つでしか英語は表現しません。だから日本語よりは覚えることが非常に少ないです。だから英語を、これから初めてやるわけですけども、そんなに難しいと感じずにやってほしいなと思います。じゃあこれからアルファベットについてやっていきます。じゃあまずアルファベットの大文字の書き方について勉強します。英語っていうのは街中を歩いててもいろいろ見ることがあると思いますが、改めてその英語のアルファベットの種類について一つ一つやっていきたいと思います。で、英語の授業にはまずこういう4本の線を使ったこう紙っていうかノートで書くことが多いです。これはなんで4本になってるかっていうと、それにはいろいろ理由があるんですけども、とりあえず最初はこういう4本の線を使った紙で書いて覚えていくっていうのが一般的です。では順番に書いていきます。まず英語の一番最初は A です。こういうふうに書きます。次 B です。 B こういう感じです。次 C こういう感じです。次 D こういう感じですね。次 E こういうふうに書きます。 F で、次 G次 H I次 J K L M N O 次が P 次が Q その次が R
で次 S T その次は U ですね、次 V W で X で Y で最後が Z。アルファベットっていうのはこのように A から始まって Z で終わります。いくつあるかっていうと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 全部で26種類あります。英語っていうのはこの26も種類の文字を組み合わせてさまざまな単語を作ってそれを読んでいくっていうことになります。大文字っていうのはもう基本中の基本なのでしっかり書けるようにしていきましょう。では次いきます。次はアルファベットの小文字です。小文字というのも A から始まって Z まで26文字あります。で、大文字とよく似た形のやつもあれば大文字とは全然違う形のやつもあります。で、小文字も大文字も非常によく使うのでしっかり使い分けができるように今のうちに練習しておきましょう。では順番に書いていきます。まず A 次 B 次 C 次 D 次 E 次 F次 G 次 H 次 I次 J K L Mで次 O P Q R S T U で VW X Y Z この26文字になります。大文字と似てるやつもあれば大文字とは全然違うやつもあります。まあ、先ほど言いましたがこの使い分けがちゃんとできるようにしていってください。じゃあ次いきます。アルファベットここに注意ということで特に書き間違いをしやすいやつをここで、まあ、紹介しておきます。まず最初小文字の B と小文字の D まあ右に膨れるか左に膨れるかっていうだけの違いなんですけど右に円を描くのが B で左に描くのが D です。何回か書いてみましょう。 B D B D ね。 B と D
間違えないようにしましょう。次 P と Q、 これも右に膨れるか左に膨れるかの違いですけども、 P と Q、 P と Q、 P と Q、 これも間違いやすいんで気をつけてください。で次は大文字の I と小文字の L、 大文字の I と小文字の L、 こういうふうにパソコンで書いてあると I と L っていうのはすごく見分けがつきやすいんですけれども、自分の手で書くと雑になるとどっちがどっちかわからなくなる時があります。大文字の I っていうのは上と下にちょっと横線が入ります。で、小文字の L っていうのはそのまま一直線、この違いです。本当に急いで書くとどっちがどっちかわからなくなるので気をつけてください。これが I、 これが L、 これが I、 これが L ね。慣れてきたらほぼ間違えることはないと思うんですけども、最初書き始めた頃はこの辺の3つが結構書き間違えることが多かったりするので気をつけていってください。で、アルファベット覚えていくのに一番大切なことっていうのはこういうことです。まずは書く速度は遅くてもいいので丁寧に正確に書く練習をしましょうっていうことです。小学校1年生の時、ひらがなであいうえおって書くのはすごくゆっくり書きます。でもだんだん学年が上がっていくにつれてひらがなを書くスピードも上がっていきます。それは自然に上がっていくもんです。それと同じで英語っていうのも最初はゆっくり丁寧に書いて、ゆっくり遅くてもだんだん早く書けるようになるので、最初のうちに丁寧に正確に書くようにしていってください。これが英語を好きになる第一歩だと思います。はい、じゃあ次いきます。ここからは単語の綴りについてやっていきます。さっきのアルファベット、大文字26文字、小文字26文字の組み合わせで様々な単語っていうのが英語にはあります。まあ、その中で、まあ、まず、まあ、よく使いそうなやつをいくつかピックアップして書いていきたいと思います。ここにボール、カバン、猫、犬ってありますけども、どうですか？書けますか？こう、ボールとかみたいに英語の発音がそのまま日本語になっているのも結構世の中には多いです。じゃあでは書いていきましょうか。まずボール、ボールっていうのは英語で書くと B A L L、この4つを使ってこれでボールと言います。ではあと何回か書いてみましょう。 B A L L B A L L。 このように単語を覚えるときは1文字ずつアルファベットを書きながら、そのアルファベットのを発音していくようにすると意外と頭に入りやすいと思います。じゃあ次、カバン、カバンは英語で何て言うでしょう。バッグです。まあ、聞いたことあると思います。バッグの綴りは B A G、 これでバッグと言います。はい、これも書いてみましょう。 B A G
B A G。 これでバークです。はい、次猫。これも聞いたことあると思います。猫は英語でキャットと言います。キャット綴りは C A T。 これでキャットと言います。 C A T C A T。 キャットです。はい、次猫の次、犬です。犬も聞いたことあると思います。犬はドッグです。ドッグの綴りは D-O-G。 これでドッグです。バッグとちょっと似てると思うかもしれないけど全然違う単語です。 D-O-G ドッグ、 D-O-G ドッグですか。はい、これだけでもうすでに皆さんは4つ単語を覚えたことになります。単語っていうのは英語の基本なので覚えれば覚えるほど英語が上達します。どんな単語でもいいのでいろんな単語を覚えるようにしていってください。必ず役に立つ日が来ます。じゃあ次いきます。じゃあ引き続きもうちょっと使いそうな、よく使う単語いきます。カップ、まあ、これもよく使う言葉ですが、これも英語で書くと C U P。これでカップと言います。書いてみましょう。C U P C U P カップね。ですか。はい、次リンゴ。リンゴです。これもパッと浮かばないかもしれないけど、まあ、発音聞いたらあーと思うかもしれません。これはリンゴはアップルです。アップル綴りで書くと A P P L E。 これでアップルって読みます。じゃあ書いてみましょう。A P P L E。 A P P L E アップル。どうですか。じゃあ次いきます。次オレンジ。まあこれはカタカナ英語みたいなもんでそのままなんですが、これも英語で書くと O R A N G E。 ちょっと長いですね。 O R A N G E。 これでオレンジって読みます。じゃあこれも書いていきましょう。 O R A N G EO R A N G E オレンジ。で次本。まあ、これも本ではちょっと浮かばないかもしれないですけど発音すればわかると思います。これはブックです。綴りは B O O K。これでブックって読みます。じゃあこれも書いていきましょう。 B O O K
これ先ほどのと合わせてここまでで8個単語を覚えることができました。こういうふうにやっていったら100個とか200個なんてすぐ覚えられるようになるので、どんどん覚えていきましょう。じゃあ次いきます。次、大文字で始める単語。今まではずっと小文字だけの単語でしたが、ここからは大文字で始める単語をやっていきたいと思います。大文字で始める言葉っていうのは主に人の名前とか国の名前とか地名とかは一番最初の文字を大文字で書くことが多いです。まずここにあるようにトム君、トムっていう男の子の名前ですが、トム君の場合は T-O-M、 最初の T、 最初の T だけ大文字で書いて、 O と M は小文字で書いて、これでトムと読みます。これも書いていきましょう。 T-O-M、T-O-N ね、これでトム、トムくんです。はい、次エミさん、これも最初のエミさんの E だけを大文字で書いて MI、 これでエミ、これでエミさんになります。じゃあこれも書いていきましょう。M、 はい、 E、 M、 はい、ね、これで A です。はい、次、日本、日本は英語で何て言うでしょう。まあ、これも聞いたことはあると思います。ジャパンです。ジャパンも最初の J は大文字で書いて、次は A、 P、 A、 N、これでジャパンって呼びます。で、これも書いていきましょう。J は大文字。で、A、P、A、N。これでジャパン。で、J、A、P、A、N。ジャパン。ね。はい、次、大阪。まあ、地名ですね。大阪、これは最初の O は大文字で、あとは S、A、K、A、 これで大阪です。これを書いていきましょう。 O、S、A、K、A、 大阪。 O、SA、K、A、 失礼しました。大阪になります。ここまでで皆さんは12個の単語を覚えましたね。こんな調子だとどん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 覚えられると思います。で、次いきます。次、大文字で始める単語に、さっきは地名とか国名とか言ってましたけど、それ以外に日付とか曜日とかも大文字で書き始めます。3月、これ英語で何て言うのかな、カレンダーとかにはたまに書いてあるんですけども、なかなか発音して言うことはないと思うんですけども、これは英語ではマーチと言います。綴りは M、 M が大文字、 A、 R、 C、 H、 これでマーチ、これが3月っていう意味です。書いていきましょう。 MA、R、C、H、マーチ。M、A、R、C、H、ね、マーチ。
次、5月。5月も英語で書くと、なんていうかというと、メイって言います。メイ。M-A-Y。これも最初の M は大文字で書きます。メイ。これは書いてみましょう。M-A-Y。M-A-Y。メイ。ですね。はい、じゃあ次、日曜日、曜日ですね、日曜日、なんていうかな、これもカレンダーに書いてある時とかありますが、日曜日はサンデーって言います。綴りは S、これも最初の S は大文字、U、N、D、A、Y。これでサンデー、これで日曜日って言います。書いていきましょう。S、U、N、D、A、Y、サンデー。S、U、N、D、A、Y。ね、これでサンデーです。次、金曜日。金曜日も何て言うかっていうと、これはフライデーって言います。フライデーは最初は大文字で F。で、R、I、D、A、Y、フライデー。ね。F、R、I、D、A、Y、フライデー。F、R、I D A Y ね、こういうふうになります。このように、まあ、大文字で始める単語があったりとか、全部小文字で書く単語があったりとか、まあ、英語にはいろいろルールがありますが、最初に言ったように大文字26文字と小文字26文字、まあ、たったそれだけで英語っていうのはできています。だから、その日本語よりは覚えることが少ないので、こう英語って難しいなとかそういうふうに思わずに、気楽にこれからずっと勉強続けていったらいいと思います。はい、では今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。